皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日は初めてのストラップベースということで3本目の動画でございます。1本目の動画ではサンピング、2本目の動画ではプル、そしてこの3本目の動画ではプルのなんか練習フレーズを練習した時に出てきたこのオクターブっていう、この奏法を使って、なんて言うんだろう、もっとその実践的といいますか、もっとこのスラップっぽいといいますか、もうちょっとこのいい感じの、フレーズを練習していこうかなと思います。早速まずやってみますと、こんな感じ。この動画で練習するフレーズはこちらでございます。ワン、ツー、ツー、ツー。感じの1小節のフレーズをガーッと繰り返してやっていこうかなと思います。まあ、ちょっとね難しく聞こえたかもしれない、ないんですけれども、本当ねオクターブの、奏法をちょっとこうね応用聞かせただけなので、そんな難しくないと、思います。頑張って練習をしていきましょう。早速フレーズに行きます。まずサンピング、予言の解放をサンピングします。でこれ低いミの音なんですけれども、ドレミファソラシドのミの音なんですけれども、ミーといったら人差し指で2弦の2フレットを弾いてミーミーとオクターブしていきます。ミー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 。でその次、新しい要素、1弦をプルするんですけれども、左手のこの使ってない指を使ってない弦、まあその全ての弦ですね、全ての弦にこの軽く触れておいてプルをするとこんな感じでプッて音がするんですよ。この音を鳴らしましょう。ミーミーピッ、ミーミーピッ。でこのピッが終わったら人差し指で3弦の2フレットに行ってシの音を鳴らします。ミーミーピシー、ミーミーピシー。で人差し指が隣に行って3弦の3フレット、そして小指ないしは薬指が1弦の5フレットでドードーというオクターブをします。ドードーで予言の3フレットのソを弾いて1小節目が完成。ミーミーペシドードーソ。まあちょっと細かいフレーズの説明はちょっと後ほどさせていただくとして、これがまず1小節目。2小節目いきます。2小節目は人差し指が予言の5フレットに行ってラーで、小指ないし薬指が2弦の7フレットに行ってラーラーとオクターブ弾きます。ラー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 。でまた1弦でペッ押します。ペッペッ。でペッ押したら3弦の3フレットに行って人差し指で3弦の3フレットを弾いてドー弾きます。でその次ドー行ったら人差し指を2フレット上げて5フレットからレ、オクターブでレレレ。でさらに2フレット下がってドードーン、もう一回いきます。ラーラーペドーでレのオクターブ、ドのオクターブ、こんな感じです。ラーラーペドーレレドード。これが2小節目のフレーズです。これを合体させるとワン、ツー、スリー、フォー。感じになる予定でございます。とりあえずそのね手順を理解するのがまず大変だと思うので、サンピングする場所、プルする場所、そしてこのゴーストを入れる場所、なんかこの楽譜上でこの×で表されるなんかこう音程を持たない音をゴーストノートなんて言ったりとかするんですけども、まあこのゴーストの位置とか、それぞれの手順をまず理解するようにしてみてくださいませ。ゆっくりでもいいから、こっち行ってあっち行って、その次はプルしてで、こっち行って、その次はドでオクターブして、次なんだっけ、ソ行ってから、1小節目完成で、2小節目はラからだから、こっち行ってって感じで、なんかこうね、考えながらでもいいんで、まず手順を、踏めるように練習してみてください。まずそこが第1ステップ。で、第1ステップ、その手順を踏めるようにやってきたならば、ちょっとこのね、フレーズのブラッシュアップをしていきたいんですよ。ブラッシュアップ。この辺からね、ちょっと難しいです。ブラッシュアップ。
平たく言うとその鳴らさない音は鳴らさない、鳴らす音は鳴らすって本当それだけなんですけれども、その鳴らさない音を鳴らさないっていうのがねすげえ難しいんですよ。具体的に言うとどういうことかと言いますと、最初この予言の解放をサンピングするじゃないですか。でこの予言の解放ってその触んなければ鳴りっぱなしになっちゃうんですよ。なんで最初ミと言ってもう一回そのミの音弾くわけなんですけれども、止めないと両方とも鳴りっぱなしになっちゃうんですけど、途中でその止めたいんです。ミ、この上の高いミを弾いた時にその低いミの音は遮断したいんです。ストップ、ストップ、ミュート、消音、消す、こんな感じ。使ってない中指薬もしくは親指とかで予言の音を軽く触れてあげて音を止めてあげる。でこの人差し指でこの高いミの音をプルで鳴らすと同時に音を止める。悪くやるとちょっとなんかタイトさに欠けるというか、これはすごいスッキリしてるけども、なんかこれはなんかそういうモワモワってするじゃないですか。こうじゃなくて使わない音、いらない音はしっかりと音を止めてあげるっていう感じです。でその次ミーミーと言ってもこのミの音を鳴らしっぱなしにするんじゃなくて、ある程度のところで人差し指をこの離してあげてミの音を遮断してあげる、こんな感じ。でその次ペが来て C に行くわけですけども、その次のドのオクターブも両方とも鳴らしっぱなしにするんじゃなくて低いドを鳴らします。で高いドを鳴らした時にその人差し指、この音ですね、この低いドの音、これが消える、鳴らしっぱなしにしない。こんな感じ。悪くやるとこんな感じ。なんかできてるようなできてないようなって感じじゃないですか。まあなんか合ってるし、何のフレーズ弾いてるか分かるんだけどもなんか違くねみたいな感じになるじゃないですか。こんな感じでモサモサやるんじゃなくて、もっとスッキリ、こんな感じでこうタイトにスッキリ演奏していくと、もっとこのかっこよくなるのかなという感じでございます。一小節目はミノトのミュートに注意。でその次ペを入れて、でドのオクターブで音を切る。でソに行って二小節目突入。二小節目のこのラの音も全く一緒ですね。ラーラーって伸ばしっぱなしにするんじゃなくて、高いラを弾くときにその音を切る。でこの高いラの音もある程度のところで音を切る。ベーって伸ばしっぱなしにしない。でペッと来てドに行って、その次レのオクターブ、そしてドのオクターブ。最後のこのレのオクターブとドのオクターブの時はこの高い音の方を軽く、なんだろう、スタッカート、音を短くしてあげるとさらにタイトになるかなと思います。伸ばすんじゃなくてこんな感じ、ビービーボービーって伸ばすんじゃなくて、ドゥンペッドゥンペッと、ドゥンペッ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 。こんな感じにするとなんかこうねフレーズがタイトに締まってなんかかっこよく聞こえる気がしませんか。これを大げさにすげえ悪くやるとなんかって感じになりますよね。こうじゃなくて止める。そんな感じでございます。鳴らすとこはしっかり鳴らす、鳴らさないとこはしっかり鳴らさない、このメリハリがねそのフレーズのこのかっこよさに、左右される、それこのフレーズをねすごいめちゃめちゃかっこよさを左右するので、頑張って習得をしていただけると嬉しいなという感じでございます。とりあえず3本目の、この動画は以上でございます。分かんないとこがありましたら、何回も何回もビデオ、巻き戻して、フォームを確認したり運指を確認したりしてみてくださいませ。ゆっくりやってみましょうか。最後にゆっくりワンツー、thank you.
な感じです。できてくると結構なんかねスラップっぽくてことおーできたきたって感じで、面白いかと思いますので頑張って練習してみてくださいませ。それでは3本目の動画は以上でございます。あとはね皆さんのこのモリモリと日々の頑張りでなんとかしていただけますと幸いでございます。最後の4本目の動画は、このゴーストノートを左手で出すというね左手ゴーストという要素を一緒に練習していこうかなと思いますので、楽しみにしておいてくださいませ。それでは、今回も最後までありがとうございました。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。パカハイ。